ちの判断。あ、そうですか。はい、投入した選手に要求したのはしっかりした守備を取り戻すことを、まあ、伝えながらで、ピッチサイドでも、まあ、それは強く伝えながらだったので、まあ、これ以上というか点はやらないと、最低でもこれでクローズするという意識はあったと思います。その延長線上で、まあ、チャンスがあれば攻めに行くし、まあ、このまま相手の敵陣深くで時間を使っているっていう判断を、まあ、彼らがしたと。で、まあ、そのちょっとアディショナルタイム入る前後ぐらいですかね、我々の左サイドから何かが崩されて、フリーキックからちょっとピンチになったりしていたので、まあ、その感覚も選手にあって、そこの、なんていうか、空気を断ち切るためにも、まあ、相手に深くでちょっと時間を過ごしたいっていう判断は、彼らの判断は尊重したい。まずは3点目をより早く取れば、まあ、それがゲームを終わらせることにつながったと思うので、それは逆に言えば前半からの課題でしたし、今度前半の最後の方から相手が前がかりになってきた時の、まあ、守備の受け方っていうのも少し、まあ、自分たちとしては修正しなきゃいけないか。で、後半については、まあ、見直すと実はそんなに悪くないんですよ。ただ、これも3点目を決めるチャンスがあったにもかかわらず見られなかったというところと、まあ、守備の隙を見せちゃいけないんですけど、例えば相手のフリーキックというのに早くポジションにつくとか、コーナーのところに早く自分のポジションにつくとか、それがよりフレッシュな選手ほど、より早く疲れてですし、まあ、流れの中でも特にこう後から入った選手のところから絶対崩されない、もうそこからはもう水を漏らさない状況にこのチームはしたいんですよね。で、まあ、インテンシティの高さと僕ら今アラートさそこをもっともっと研ぎ澄ましていきたい。特に前半の相手陣のフリーキックを相手が蹴ろうとしたら蹴るところがないぐらい僕らがすごいアラートだったんですよ。で、ああいう状態っていうのは本当にチームの練習をしているんで、じゃあそれを90分続けられるかっていうと全員疲弊するので、あれを続ける先頭に立つにはやっぱり後から入った選手が、まあ、3倍アラートになれば、あの前半のアラートさが何とか保てるっていう風にしていきたいという意味では、攻撃的な選手が入ろうが、スコアがどうであろうが、アラートさっていうのは特に入った選手は要求したいですし、ミスは誰にでもあるし、後から入ってフレッシュであってもミスはあるんでしょう。ただアラートさを引っ張るというところは、まあ、もう一度みんなにとって我々のニアゾーンと言いますけど、まあ、我々らしく、まあ、そこはリーグがカテゴリーに関わらずニアゾーンと言ったらベルトをやるって言われるような我々はなろうと思っているので、そこの取り方のバリエーションは本当に増えたと思います。まあ、単純なこうパターンだけじゃなくて、こう湧いて出てくるような実って三の手っていうんですかね、そこを含めて、まあ、彼らもアイデアを駆使してますし、自分たちも意識してるし、まあ、そこを使いながら違うことをやっていくっていうのが次のステップと、もう一つはニアゾーンを崩したからこそクロスを合わせたいんですよね。最後の中の外す動き、これはもう一歩でいいので相手の前だったり相手の背後だったりを作って、そこにボールを合わせてくる、これの段階に入ってきたかなというふうに思います。左右両方に出ることなんですけど、コンビネーションのイメージをこう持ちやすい連覇
だったと思うんで、これまでは。ということは、彼らがその自由にこう外で張ったり中に入ったりして、まあ、ボールコレクターが多いというか、ボールを集めて自分の足元でボールを触ってからスタートしたい選手が今多いんですよね。まあ、それ分技術に自信があるというか、そういう選手が多いと。ということは逆に言えば、ボールをくれくれくれっていうふうになるので、後ろから見るとこう狭く見えるというか、しっかり幅を取ったりとか、まあ、背後に抜け出しているスペースを作るっていう意味では、どちらかというとボールを集めに来る選手たちがいるからこそ、そこにうまくボールが当たると、まあ、フリックを含めて彼らのアイデアがスタートするというかなんですけど、最初につけるこうスペースがひょっとしたら狭く感じた場面があったのかなと。なぜならば必ず張ってろって言ってないので、彼らがボールを受けやすいような状況っていうのを許容しているので、そこがうまくボールが持った選手がヘッドアップしたときに、しっかり顔を出す、そのタイミングが合えば別に必ずしも幅を取ってなくてもボールは 前に入っていくと思うので、そこを合わせていきたいなと。でもう一つは、幅は必ずしも取ってる瞬間がなくてもいいと。それはそこに縛られるよりは彼らの発想を大事にしたいというところがあります。ただ裏に関しては誰も裏を取ってないというのだけは許容できないというふうに僕は伝えているので、それはプレースタイルがどういう選手であろうが裏に抜けられるチャンスがあるのに足元というのはないと。そこは僕は左右両方ともすごく意識しているんだと思います。なので、右の流れ光のサイドも彼がランニングをしたシーンもあったし、達也が裏を取ってそのまま走り抜けようとしたらファールを受けて、そのまま笛はまあなりそうだったんですけど、一目のそのまま走り抜けてキープして、そこからこうローリングしてミヤゾンを取ったシーンがあるんですけど、まあ幅よりもし裏ですね、裏だけは絶対だと。ただ幅に関しては外であろうが中であろうが、彼らのアイデア、彼らの感性っていうのは大事にしていけば、もっとチャンスが増えるかなと思います。全体で振り返るときはミニマムなんですけど、ミニマムな映像の中でも、まあ、彼がやれてないシーンはしっかり見せたし、まあ、サイドハーフの守備っていうものが、何を要求されているかと。で、当たり前ですけども、相手のサイドバックっていうポジションの選手がスコアによってはどんどん前に来るわけですよね。で、時間帯によって、そうした時にサイドバックとサイドハーフと前の選手でフォワードの選手でどういうふうに連携して守備していくべきかっていうところ、もう一つは後から入った選手がそこのスイッチをどう入れていくかというところは、彼を例にしっかりみんなで共有しましたし、まあ彼もね、あそこまで守備を要求されたことはないと思うので、まあ勝ったからこそ、ね、厳しい要求ができますし、それは全体の映像だけじゃなくて個別のミーティングでもコーチにやってもらったんで、どうしていくべきかということと、もう一つは、自分の良さをそれによって削らないようにするというところはコーチがしっかりアプローチしてくれて、まあもちろん彼自身の努力と、ミディカルの努力があって、相当早いペースで今戻ってきているので、まあただ早く戻りたいっていう姿勢はやっぱグラウンドに出てきてこう練習終わった後彼が走ってる姿みんな見てるので、それはすごく力になってるのかなというふうに思います。
まあもちろん彼自身は早く戻りたいでしょうけど、ここから先が大事なんで、まあ、あれだけ長く離れていたので、スピード感であったり、リアクションのところは相当慎重に作っていかなきゃいけないんですけど、まずはグランドレベルまでこれだけ早く戻ってこれた、まあ、彼とメディカルの努力っていうのを無にしたくはないなと。当たり前ですけども、こう ACL が控えているので、選手の層が厚いですよね、今。もちろんこれ J1 で ACL と戦うっていう J1 のチームと比べるとね、もちろん、決して同等とは言えないですけど、これまでの抱負から見ると本当に選手層が厚いなと、まあそれだけ去年勝ち取ったものがあるんだなと改めて思いますけど、なので、特に前半で、まあ、ゲームを作って、例えば後半で2人が出てくるとか、後半で中盤で技術から選手が出てくるとかというようなところも含めて、まあ、相当手強いなというふうに思いますし、彼らのカウンター発動するカウンターというのは本当に勢いがあるので、ただ大きいボールを蹴るというよりつなぎながらこうスキルのあるカウンターを見せてくる、これはしっかりと阻止しないとなかなか難しい戦いになるなという、まあ、あの甲府が、天皇杯に優勝するというのは本当に夢を与えるところもあるというふうに思います。もう一つは、それだけ J2 の戦いが厳しいということを彼らが証明してくれているというふうに思いますね。その、もちろん今年も熊本さんがね、あそこまで行っていて、まあ、リーグ戦で苦労しているという意味でも、今年の J2 がいかに大変なリーグになっている中で、だからこそ J1 に負けたくないって思いが去年の僕もあったと思うんですよ。なので、まあ、彼らが勝ち取ったものっていうのは本当に素晴らしいものだなと思いますし、それで得て ACL を本当に、まあ、暴れまってほしいなというふうには思いますけども、まあ、我々がその前にこう勢いをつかせるわけにはいかないという思いもあるので、そこはしっかり戦いたいと思いますけど、まあ、コールベイシールで戦えるというのは本当に夢のあることだな。まあ、割と長く監督をやっていても、ああいう気持ちになるのはなかなかないというか、こう不思議な感じなんですよね。で、まあ、その FC 東京でやった以来行ってない、本当にこう2回目なので、まあ、どんな気持ちになるのかなっていう、しかももうだいぶ前だと思うんですけど、まあおそらくまた不思議な気持ちにはなるんだろうなというふうに思います。ただ、まあ、僕の記憶では本当に甲府に勝ててないので、そこは、まあ、しっかりと相手のストロングを意識しながら我々しっかり戦わないといけない、まあ、自分の個人的な感情に浸る余裕はないです。